はい、どうも皆さんこんにちは。ゼルダの伝説トワイライトプリンセスを実況プレイ続きやっていきたいと思います。前回ね、光の虫を集めて、見事リンクさん元の姿に戻りまして、でね、この子供たちともまた会えたというわけで、で今回からデスマウンテンですね、進めていきたいと思いますが、いやー、かかりこ村いいですね。この BGM といい、このね、この水の描写といい、すっげー綺麗だな。よし、やっていきましょう。まずどこか、とりあえず山に行けばいいんかな。山行きましょうね。ゴロン族と戦うんかな。うん、どうなるんでしょう。全然先が読めないけどね。まあ、とりあえずやっていきましょう。いや、いいな、本当に。なんかすごいね、光の虫集めてる時はね、すごい物騒だったような村だったんですけどね、敵がいなくなった途端すっげえいい村になった。神々のトライフォースを思い出すね、抱えるコムラはね。さあさあ、ゴロンいるよね、あそこにね、多分。ここを登ってよいしょ。ああ、すげえ。あ、いた、やっぱり。へい、あ、に、人間は立ち入り禁止ゴロ。ここから先は俺たちゴロン族の縄張り、長老の命令で人間は通せないゴロ。ちょっと待って待って、どうするの、ああ。え、待って、そんなへっぴり腰でゴロンの力にかなうわけないゴロ。よかったらもう来るなゴロ。乾杯じゃね、リンクさん。負けちゃったよ、普通に負けたからね。どうしよう。うん、影の結晶石が山にある限り、お前には山を登ってもらうからな。あの頃どうするつもりか知らないけど、早く山に登る方法を考えるんだぞ。まあ、とりあえずあのゴロンにまず勝たないと話が進まないってことか。どうすんだろう。お、ああ、無事でよかった。登山道へ入る姿を見かけたので、気になって追いかけてきたのです。リンクさん、まさかあなた、デスマウンテンのゴロン族のところへ？それはあまりにも危険すぎます。彼らはもともと力のみを正義と信じる種族。力なき者の言葉には耳を傾けようとすらしません。そうだ。私の知る者の中に、ただ一人、彼らと互角の力を持ち、彼らの信頼を得た者、誰？人間で？その人の名はボウ。そう、あなたの故郷とある、とある村の村長です。マジですか。一度相談しに戻られてはどうですか。子供たちの無事も知らせてあげた方がいい。確かに本当は連れて帰るのが一番ですが、馬車もなしに魔物がいる平原を歩いて帰らせるのは危険すぎますから。お子さんたちはかかりこ村で責任を持ってお預かりするので心配しないでください、ととある村で待つ親御さんにお伝えください。わかりました。じゃあ、とある村か、戻りますかね。じゃあ、地図どっちから行けばいいんだな。まあ、いや、とりあえず行ってみますか。いやね、遠出だからさ、やっぱ馬が欲しい。え、なんだ、噂をしたら馬が欲しいと思ったらちょうど来たよ。あ、なんか乗ってる、背中に。落ちた。お前ずっと仕方してね、お前俺の草笛を。エポナー、危ねえ。危ねえ。どうしたんだこいつ、様子がおかしいですね、ちょっとね。鳴らす、左、右、ちょっと結構判定厳しいな。鳴らす、とりあえず押さえつけてばいいかな。乗る、鳴らす、左、右、早くね、マジ。待って、ポラ、待って、俺の話聞いてくれ。乗る、左、右、左、右、左、よしよしよし、いい、押さえる、押さえる、おー、
結構難しかったな。これで正常に戻ったのかな。お前たまには気の利いたことするじゃないか。馬に乗っていけばお前の村へ戻るのも楽でいいや。ほらとっとと行って用を済ましてこいよ。よし、というわけでエポナーね戻ってきたんで早速行きましょうか。こっち行き止まり、行けた。やっぱねエポナー馬じゃないとね結構遠いんですよね、通るまで。お、行け。よし、でこっちで合ってんのかな。ちょっと待って、こっちじゃないよね多分。こっちじゃないですよね。こっちから、あ、いいんかな。待って待って待って、チーズの味方が、あーまた来た。また来た、会いたくないやつ来た。いたいた、リンクさん、お手紙をお届けに参りました。おばちゃんからの手紙。おばちゃんさんからの手紙ですね。そんじゃ私はこれでまたね。もう消えてくれ、お前に会いたくないぜ。おばちゃんからの手紙、もう物騒だわこの世界ね、変なやつしかいないから。手紙一応見とくか。お兄ちゃんへ、おばちゃん、この間お兄ちゃんと知り合えてとても楽しい時間が過ごせました、過ごせました。おばちゃんはこれからまた違う場所に旅立ちます。お兄ちゃんも旅を続けるのならまたどこかで会えるかもしれませんね。それまでお元気で。あ、ページがある、続きがありますよね。追伸、あ、 PS だね、 PS。 この間は言い出すチャンスがなかったけど実はおばちゃん息子が一人。なんだって、なんだって。今度会えたら紹介します。アイテムにもなるよくできたアイテムにもなるよくできた息子なのでって、なんかねちょっと怖いよね。文面が、仲良くしてあげてねおばちゃんより。はい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 、まあこんなことはどうでもいい、早くね、早くとある村に行きましょうね。こっちズームアウト、あーこっちでいいんかな。じゃあよーし行くぜ。いやーすごい、晴れてるねやっぱね、空が夕方じゃなくなってる、疾走感半端ねえ、すげえ気持ちいいな。いやいいね、この BGM もねまたね疾走感半端ないからね。あーであっちはまだやってないから夕方のままなんだ。あ落ちちゃった、あんまいった。いやエポナ早いなやっぱな、これぞゼルダの醍醐味ですね、トワイライトプリンセスのね、この馬に乗ってねハイラル平原を、おーおー、え聞いたの今、すごいな、エポナで人殺せる、ここじゃねえけど敵殺せるんだね、すごいよ。まさに、いやなんでもない。まさになんか思いつかねえ、適当に言ったよ。わあ懐かしい、マイホーム、マイホームですね、変わりない、よかったちゃんと家あって。じゃあ村に行きましょう。村長さんがねゴロン族と渡り合ってたってのが一番びっくりだけどね。村長さんガタいいからな、確かに言われてみればまあわかる気もする。リンク、おお、やはりリンク、お前無事だったのか。それにその格好は一体今まで何が。とにかく中に入りなさい、この人が村長ですね。そうか、子供たちはかかりこまれに、よかったね無事でね子供たちね、よかった、レナードとは古い付き合いでな、彼のところにいるなら安心じゃよ。ごつい、でイリアも一緒なんじゃな。ああそうかそうか、イリアはいなかったよね。あだけどリンク、5人も厄介になっておきながら好意に甘えてばかりというわけにもな、わしらも何か役に立てることがあれば協力するんじゃが。何？デスマンテンのゴロン族が？そうか、レナードがお前にそんなことを。確かにわしは若い頃ゴロン族と互角に力を競い
彼らの信頼を得て。すごいね。わしには秘訣があったのじゃ。お前に教えてやってもよいが、絶対に口外しないと。ん？なんでしょうねこれはね。いや、わかんない。ちょっと口変える。あはは。嘘です。ごめん、嘘だよ。ん？例の件考え直しました。お前が口外しないというなら、力なら、ゴロンに勝つ秘訣を教えてくれ。頼む。よし、わかった。絶対だぞ。ん？絶対言わない。絶対言わないから。こっちへ来なさい。リンク、相撲は知っているか？ゴロン族は相撲で強さを競い合う。技の基本はヤギを倒すのと同じだが、もっと詳しく話そうか。どうしよう。はい。よし、では相撲の基本を教えてやろう。読んでなかった。飛ばした。前に出て相手をつかむ A。逃げる者には、リモコンを突き出し、張り手をし、相手に捕まれそうな時は横へかわす、ヌンチャクですね。この3つの技をうまく使って、掴んだ相手を土俵の外に押し出すのじゃ。うん。まあ、相撲そのままですね。操作説明みたいなもんか。うん。はい。え、これ村長と相撲するってこと？おお、いい体。いい体しますね。岩みたいな体してる、ほんと。リンクさん勝てんの？こんなスリムだけどさ、力あるように見えないからね。これちょっと分が悪い気もするけど、まあ勝つよ。レディーファイ。よし、今だ。掴んで前に出すのが A か。で、避けてスティックで、掴まれた。リモコン突き出そう、とりあえず。張り手。よし、で、掴む。前。で、もう一回やろう、もう一回。あ、避けられた。あー、待って。張り手。じゃんけんみたいなもんだね、これね。避けるか張り手か、掴むかで、結構相性が変わるみたいなね。あー、結構難しいな。いけ、つかめ。よし、いいよ、避けた。で、避ける。あ、くそ、張り手が来た。ピンチ。いけ、リンク。あ、避けられた。やばい。張り手。あ、避けられた。やばい。待って。うわぁ。負けた。どうした、リンク。まだまだ手加減したつもりだぞ。この程度の勝負にも勝てずにゴロンと戦うなどもってのほか、例えば張り手には掴むでおじろ。ああ、やっぱそうだよね。よし、分かったならもう一丁声行きます。結構本気でやったんだけどな、今な。普通に負けちゃった。結構運もな、運だよねこれ。運ゲーだよね、意外とね。いけ。で、避ける。あ、掴める。よし。あれ、弱くなった。一回負けだから弱くなったんかな。ふむ、基本的なことは身についているようじゃな。では次が本番じゃ。ゴロンと戦うつもりでかかってこい。マジでー。よし、もう一回じゃあ勝ちましょうか。その距離のーショット。よし、くせ。ほっ、押せ。で、避けるよ一回。あ、くそ、張り手が来た。耐えて。で、もう一回避ける。よし、オッケー。今だ。いけ。よーし、来たー。いや、運だね、これね、実際。やるな、リンク。お前ほとんど実力があれば、ゴロンに挑んでも大丈夫だろう。リンク、少し見ない間に、たくましくなったの。じゃが、いくら力があっても、人間があの岩のような体を持つゴロン族と互角に戦うなど、そもそも無理な話。ただ一つ、不可能を可能にする方法。それが、後ろの箱の中にしまってある。さあ、開けて持ってきなさい。え、何でしょうね。ん、こっちか。お前の後ろな。俺の後ろかと思った。なかなかでかい箱だな。あれ、違う、こっちか。びっくりした。さあ、何かな。アイアンブーツを手に入れた。これを履けばゴロンでも動かせないほど重くなる。まあ要するに重さを対等にするってことがゴロン族と。
見ての通りじゃよ。そのブーツは鉄でできておる。いくらゴロンでもこんなものを履いたものを簡単に突き飛ばすことなどできん。ゴロン族に挑むときはこのブーツを履いてみなさい。ただし絶対誰にも言うなよ。特にレナードには決して言ってはならん。わかったよ村長。いやでもね、これ履いてゴロンに立ち向かえる村長もなかなかすごいと思うよ。うんね、力がなきゃ結局勝てないわけだからな。よし、じゃあこれで多分ゴロンに太刀打ちできるだろう。よし、じゃあデスマウンテンまで戻りましょう。さあ戻ってきました。なんかムービー始まったな。うおー、ごついこれまたごついのが出てきた。なんだこいつら。危ない、避けろ避けろ、引かれてしまうぞ。逃げろ。お、コリン。バーンズ。お、ちょうどいい時にリンク来たね。あー、誘拐されちゃう、誘拐されちゃう。これをつけるのか。うん、あ、始まったね。じゃあこれコリンを助けるの。で外行った、こっち行けばいいの。あれ、どっちどっち行ったの。あれまあいいや、こっち行きますか。とりあえずなんか急展開だな。デスマウンテン攻略しようと思ったのに、なんか急にね、子供触られちゃったかな。よーし、うわー、増援がいっぱい来た。なかなかみんな生かしていなし乗ってますが。じゃあこいつどうしよう、全員倒すんかな。とりあえずコリンを助けたいんだけどね、敵が来たからね、いっぱい。よいしょ、結構速いな、このイナッシュ。おら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 、結構でも意外とやりやすいな。おお、敵が多いよ、敵が多いっす、これは多いよ。ちょっと待って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 、戦国武装になってる、戦国武装みたいになってる。ちょっと待って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 、邪魔だなこいつら。おら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 、うわー、呂布が来たぞ、呂布がそれ戦国武装だ。おら、くらい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 、待って、よし、今、おら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 、おお、あれまだ死んでないと。意外と身軽なんだね、あのイノシシ。意外と飛べるじゃん、ただのイノシシじゃなかった。うお、危ねっ。ああ、そっちか、逃げ場を塞いだんだね。あれでリンク撃っちゃえばね、リンク死んだのにね一騎打ちか、いいだろう、望むところだ。よし、これどうする、さっきの要領でいけばいいんかな。さっきと同じでいいの。お、避ける避ける、え、なになになに、なんかコマンドあったけど避けるの方しか見えなかった。どうすればいいんだろう。あーっと、切るか。あーなんか切ったんだけど普通に飛ばされた。何がいけなかったんだろう。もう一回やるか、避けて切ればいいから、とりあえず
はい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 、ちょっと待って、わかんないよ、タイミングの問題かな。ちょっと剣切ってよ。はっ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 、効かないし、どうすればいいんだろう。わかんないな。あれ、ま、エポナ、エポナ、回ってくれ。よし、よし、行くぞ。はい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 、あれダメか。エポナ、あれ動かないんだよね、エポナ。あ、そっか、決まってる動きなんだ。避けよう。チャンスがね、いつなんだろう。よし、もう一回。はい、切る。ダッシュしながらとかかな。すいませんね、わかんないな。じゃあダッシュしながら切ってみよう。はい、ほら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 、ダメか。じゃあ行くぜ。ほっ、難しいね。なんかね、多分見てる人はこれ結構わかんないと思うんだけどね、意外となんかタイミング合わないし、で剣当たってもね、なかなかあいつ吹っ飛ばされちゃうからね、こっちが。はい、お、行ったか。やっと人たち浴びせられた。これを何回もやるんか、難しいな。こっち一撃してたもんねなかなかむずい。よし、行くよ、さっきの同じ感じで。よしよしよし、今食らってないな、ダメだ。いやー、なかなか難しいね。もうちょい道広かったなー、攻めていいんだけど。はい、ほら当たってないか。うん、どうしたらいいんだろうな。アイテム使っていいんか、パチンコとか。あー、これダメそう、ダメそう、ダメそう、やめとこう。あー、え、倒した倒した、死んだ、俺が死んだ、見なかった。あ、倒したね、やった、よかったパチンコとかね、卑劣な手は使っちゃいけないよね、やっぱねどうせ当たっても食らわないだろうしな。俺はナポレオン一世だリンク、みんなは？よかった。ベス、ごめんね、突き飛ばしたりして。神々やな。僕ね、やっと分かったんだ。父さんがリンクのように強い男になれって言った意味が。それは力だけじゃなくて勇気を持つことだって。リンクが助けてくれたんでしょ。やっぱりすごいや。リンクならきっと鉱山にいるゴロの人たちを何とかしてあげられるよね。もちろん。なんかあのレナードさんだっけ、レナードさんの娘ロックリーみたいな、なんかすっごい空気読めない発言しちゃったけど、すいませんねロックリーみたいですごい似てたからさ。
よし、で、子供たち助けられてね、アイアンブーツも手に入れて、こっからだね、やっとあれだね、デスマウンテン攻略って感じかな。よし、じゃあちょうどいいんで、キリがいいんでね、今回はこの辺にしておきましょう。それでは、次回デスマウンテン攻略を進めていきたいと思います。それでは失礼します。さらば。